はい、本日はですねアボカドと明太子のビビンバ作っていきます。材料はこちらになります。少ない材料でね簡単にできるのでぜひお試しください。まずアボカドの皮を剥き種を取って適当な大きさにスライスします。水切りしておいた焼き豆腐をさいの目にカットします。明太子は中身をこそぎ出しておきます。あとは炊きたてのご飯の上に盛り付けていきます。最後に作っておいた温泉卵を乗せて、韓国のりか刻みのりを振りかけます。もうあやこちゃん、全部あーちゃん無理だろ。はい、今回はですね火を全く使わないアボカド明太ビビンバ作ってみました。今回の料理はね今までで一番簡単で5分で本当に出来上がりました。なのでね皆様時間のない時など一度お試しください。最後に焼き豆腐の方に醤油かけてみたんですけれども、かけなくても明太子でしっかり味がついてますのでお好みで挑戦してみてください。本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームービーゴーでした。 Goodbye。